宮殿外の新しい宗師を決する儀式を行う。一人だって生きてやる。強くなってお前らを見返してやる。ここ宮殿外へは定められた順路を巡らねばたどり着く。神にすらなれる我ら化け物と、なれぬ人間とでは生きる世界が違うでな。幼稚園から受験して父さんと母さんが望むような成績を死に物狂いで取って、なのに二人とも私の気持ちなんて知らない。教えてくれ、俺は一体何なんだ。人間かな、それとも化け物かな。人間はひ弱がゆえに胸の奥に闇を宿らせるという。弟子っつったら5年や10年の修行はザラだ。ありがとう、助けてくれて。化け物に育てられた化け物の子か。あんな半端者と父上を比べるな。負けるな。駒鉄一人なら勝ち目はない。父さんはなんで来ないの。もし自分で危ないって思ったり、さっきみたいな気持ちになったら思い出して。お守り、俺と一緒に知恵ってなくなれ。レイ君、人間の学校に行きたい。他の世界を知りたい。父さんは俺の何を知ってるんだ。何にも知らないくせに知ったようなこと言うな。なんでレン君の手を握って一緒に走ってるんだ。消えた。お前何や、後ろを引こうと取り込んでおる。許さない。人間の子供を弟子にするのか。俺も一人ぼっちだよ。宗師様、跡目を目指すならどうしても弟子を取るとこいつにおっしゃってな。